はいということでねえー、どうも皆さんこんにちは底辺でございます。えー、競馬論第60回ですかね。 えー、ちょっと、順番が前後してしまいましたけども、えー、ちょっと深夜に撮ってますんで、まあこういうちょっと小さめの声でお送りしておりますが、ちょっとね、えー、日本ダービーの動画と順番前後してしまいましたけども、えー、オークスをね、振り返っていきたいと思います。えー、平安ステークスの振り返りと、えー、青いステークス及び目黒記念の、ね、展望については、ちょっと、撮る時間なさそうなんで、あの、 まあ、テキスト上でね、何かしらの形で公開する形になるかと思います。ご了承ください。ということで、オークスの方を振り返っていくんですが、勝、えーまあ、ったのはチェルビニアでしたね。はい。ちょっと完全にチェルビニアはね、ノーマークでした。はい。まあ、いくらね、ルメールクシに乗り換わりますし、えー、東京コース、東京代わりはプラスとはいえですよ。やっぱりね、前走の大花賞が、やっぱ二桁着順、これがちょっといただあまりにもいただけないと。 と、えー、いうことでですね。決闘的にはあんまり、あんまり距離伸びていいような決闘ではないかなと、まあ。ハービンジャー3区ですけども、まあ、ハーチが金亀っていうことを考えると、別に距離伸びていいかって言われたらね、えー、どうかなっていうところがあったんですが、まあ、ちょっと枠はね、素晴らしい。6枠だったんでね、ちょうど一番伸びるような、 とこ通りましたもんね、まあ、そこはルベルジョッキーの判断も素晴らしかったんですけども、えー、ほんまに一番伸びるとこ通ってきましたよね。で、まあ、それなりにペースもね、えー、スローにならず、そこまでスローにならずね、1000m 通過タイム57秒ですから、えーまあ、それなりにね、速、えー、いペース、遅くはないペースで推移してね、差し有利の展開になりましたけども、まあ、ステレン・ボッシュがね、えーまあきっと 結構徹底マークを受けてね、もう打ち,打ち通らざるを得なかったのに対して、チェルミニアはね、比較的、ねえー、伸びやすいところをしっかり通って伸びてきたなって感じで、まあ、完全にね、えーまあ、そうですね、まあ、ジョッキーの馬場読みが光った。 感じでしたね。ステレモッシュに関してはどうやら落鉄してたみたいでね。それも結構かなり早い段階から落鉄しとったみたいで、これはちょっと戸崎ジョッキーかわいそうやなっていうのもありますし、ね、なんか戸崎ジョッキーを攻めるのはなんか違うかなというふうに思います。むしろね、戸、え、崎、ー、ジョッキーね、あの徹底枠の中で非常にうまいこと乗ったなって感じは僕、個人的には素人目から見ても思いますし、えー、まあちょっと全てがチェルビネに向いたかなっていう感じですね、今回は。はい。 で3着に、ね、ライトバックが来てるんですけども、まあ、上がり最速がね、この上位2頭が34秒で、上がり2番手がライトバックで34秒1なんですね。で、えー、15番手あたりから、えー、ぶっ飛んできているということで、ライトバックね、桜、え、花、ー、賞の時もね、えー、かなり後ろの方からぶっ飛んできてましたんで、えー、右回りでも左回りでもね、えー、こういう末足を発揮できるというのは非常にプラスですし、秋、ねえー、刊賞ではなんならね、本命に押してもいいぐらいの 馬かなというふうに個人的には思います。気象面からしてね、えー、週刊賞でね、2000円の距離短縮は間違いなくプラスですからね、えー、週刊賞ちょっと期待してみたいかなというふうに、えー、個人的には思います。はい。それぐらい堅実に走ってくれる、走ってくれる馬ですよね。えー、まあ週刊賞もね、軸はおそらく捨てれッシュになるかなと思うんですよ。出てくればね。えー ステレーボッシュもなんかどういう条件でも堅実に走りそうな感じはしてるんで、えー、ただライトバックはね、なんか突き抜けそうな気もするんでね、ちょっとチェルビニアはちょっと右回りでは買いにくいですね、正直。はい。えーまあ、チェルビニアは次どこ行くんかわかりませんけどもね。えーまあ、引き続きルメルジョキに乗られると思いますからね。やっぱ怖いですよね。はい。 でえちなみに僕の本命はですね、ミアネイロやったんですけども、えミアネイロは結局14着に終わってしまいましたね。まあ、道中割とねえ、後ろの方で、まあ、中段や後ろめで追走してねえ、直線結構ね、割といい位置いたんですけども、まあ、やっぱり内側がね、ちょうど伸びなかったですね。はい。ね、追い切りでね、最初追い切りでラストシャロン10秒台出してたんですけど,出してたんですけども、 ええー、まあ、そこまで伸びなかったですね。やっぱりうちが伸びひんかなというのは感じましたし、最内枠が逆にアダとなったっていう感じがします。はい。で、えー、金でからオークス向きだと言われていたクイーンズウォークが4着に入ってますね。ね、僕はあんまりこの馬この馬に関しては状態もそこまで良くないなというふうに思ってまして、えー、そこまで信用してなかったんですけども、4着来ましたね。やっぱ東京的性があるんかなというふうに思いますし、 おそらく、週刊賞も出てくるでしょうけど。ね、週刊賞、割と馬券に絡みそうな気もしてます。はい。ね、いきなり着順上げてきましたから、ちょっと怖い存在ではありますね。で、意外や、意外やったのが5着の卵ンソブクイーンね。一応僕、穴馬指名はしてたんですけど、してましたっけなんかしてたような気がするんですよ。決闘的にも、ね、距離伸びた方がいいかなっていうのはありまして。ねえ、えー、はががね、マンカフェでね、えー タリスマディックサンクールで、まあ距離伸びた方がいいんちゃうかなということで、オークス向きかなということで狙ってたんですけども、5着行きましたね。でしかもこの馬、で上位3頭が指、えー、してきた馬に対して、まあ、クイーンズオークとこのランスオブクイーンが比較的ポジション前目で競馬してた馬たちでね、えー、まあそれなりに <laughs>、えー、しっかり残したということで,で、まあこの2頭はね、えー、負け、 馬券こそ外しましたけども、今後ちょっと期待できそうな、えー、馬ではあるかなというふうに思います。で、スイープフィートが6着。まあ、スイープフィートに関してはね、えー、まあ枠もそうなんですけど、正直ね、えー、最高峰からの競馬で、ちょっとスイープフィートに関しては距離長かったかなというふうに思いますね。はい。で、この馬ね、えー、デビューがね、新馬戦1200でデビューしててね。で、そこから一貫してずっと右回り使われてきて、 今回初めての左回りで大幅な距離延長となると、やっぱり条件厳しかったかなというふうに思います。はい。えー、まあ、集荷省ではね、巻き返しに期待できるかなと、個人的にはね、思います。座り茶参考なんでね、別に距離、距離的にはね、えー、2500問題ないかなと思ったんですけど、ちょっと長かったですかね。はい。2000ぐらいまで持つかなというふうに思いますんで、週荷賞ではね、えー、条件、 好転すすると思いいますから積極的に狙ってみたい、えー、一等で、はあるかなといいいうに思います、はい、でそうですね、で、サンセットビューがまさかの上がり3位ですね。この馬完全にノーマークやったんですけども、えーまあ、16番手から飛んできて7着に食い込んでいるということで、ちょっとこの馬ね、の完全にノーマークやったんでね、まあ、一応ドゥラメンテサンクなんでね、まあ、一応オークスで構想する決闘ではあるんですけども、 えちょっと今後注目ですね、サンセットビューも。はい、で、えー、ちょっと期待してたんですけど、エスルフリーダは8着。まあ、エスルフリーダに関しては、まあ、やっぱり内枠ってうのと、まあ、道中後ろにいてそこから、まあ、でも8着なんでね、えー、11番人気で8着ですから、まあ、それなりによく,走っ,てくれかな走ってくれたかなというふうに思います。で、アドバイアベルグが9着ですね。えー、一応対抗まで持ってきたんですけども、えー ね、フローラスで、ベストロ戦組が強いんじゃないかなという予想でね、えー、アドバイアベル対抗まで持ってきたんですが、えー、そうですね、ちょっと、ここは、ね、9着に終わってしまいましたね。えー、まあ、道中は中段や後ろ目追走で、そのまま直線も伸びずって感じでしたね。はい。まあ、ちょっとこの馬には厳しい展開になったかな、って感じですね。あとは単純に、やっぱ桜花賞組が強かったっていうのはありますかね。はい。で、えー、ホーエリートが10着。 で、ラバンダが11着。まあ、ラバンダに関しても、やっぱりそうですね、距離長かったかなというふうに思います、ね。前、そのフローラステークス見ててもね、あんまり距離伸びていいように思えな,思えな,い思えなかったんですけども、ただねえ、ちょっと追い切りがすごかったんで、最終切りいいタイムとは出してたんで、ちょっとね、馬券の買い目には入れてたんですけども、えー、まあ、ちょっとタまあ、ちょっと負けてしまいましたね。 まあやっぱフローラステクス見る限りでもね、やっぱ2000ぐらいがちょうどいいんちゃうかなっていう感じですね、この馬も。はい。で、ちょっとかなり期待してたんですけど、郊外のロスラが12着ということで、まあ、ちょっとこの馬に関してはちょっと範囲があんまりよくわからないと言いますか、な、ま、ん、あ、で負けたんかなと。いう感じなんですけど、ね、ここまで負けるようなね、えー、馬ではなかったかの、なかったのかなと。ね、えー 近走で3連勝中でしたね、1008やったんですけども。えー、まあ、まあ、黄金の空に関してはどうかな、もうちょっとね、えー、前折ったらよかったんかなっていう感じもするんですけども、ちょっと範囲は、力負け、まあ、力負けといえばそうかもしれませんね。まあ、このままの臨戦過程からしてね、 えー、まあ、三連勝してるとはいえですよ。全部ね、えー、未勝利一勝クラスでリステッドなんで、まあ、相手関係考えてもね、今回の G1 では確かに力負けっていう面もあったかなというふうには思いますね。はい。で、サフィラが13着。まあ、ちょっとこの馬に関しては馬体重がね、増えすぎですね。はい。まあ、確かにね、えー、あの、休養前の馬体重水準ぐらいまで戻してるっていう面ではプラスでは、 で、プラスで考えることもできたんですが、やっぱりプラス16は、ちょっと、2000m 走るにはあまりにも増えすぎかなということで、えー、ちょっと見送ったんですけども、まあ、その、その点も当たってましたけどね、はい。で、ミヤネイロが14着。うん、で、えー、パレハがもう結局逃げずにね、後ろの方でね、えー、15着に終わって。 タカノ LP でが16着なんですね。はい。ちょっとね、ここはね、負けるまではないかなと思ったんですが、えー、まあ、道中はね、中段、まあ、番手追走ぐらいでね、いてまして、えー、まあ、結局、伸びを書いた感じで、曲がり3波ーも36.1なんで、えー、逃げた、逃げた2頭以外では最、最も遅い上がりですね。はい。 まあ、タガノエルピーラに関してはね、まあ確かに展開が向かなかったっていうのもありますし、まあ絆3区でハーチ金亀なんでね、やっぱどっちかっていうと短距離向きかなというところはありますよね。はい。やっぱ2400ちょっと長かったかなというのもありますし、やっぱ展開的にね、まあ、展開とスタート、スタート後の位置取り的にやっぱりちょっと厳しいレースになったかなというふうに思います。大外枠でしたしね。はい。 えー、まあそれもあってのここまでの大敗なんで、えー、まあ展開が向かなかったから度外視っていうわけにもいかなさそうなんですが、まあ、そこまで評価を下げるような内容でもなかったかなというふうには思います。はい。で、えー、結局逃げた2頭がね、えー、17着18着ということで揃ってた大差ついてますけども、はい、えーまあ。そうですね、ちょっと暴走気味と言えるような逃げでしたからね。 え湘、ー、南マヌエラが、えぇ、ー、16着の高野 LP だとだいたい5秒差。でそこからま、さらに3秒遅れて、じゃビンとしてるがベベなんでね、どんだけこの2頭が無謀な逃げを打ってたかというのがわかりますね。まあ、確かにね、えぇ、ー、刺し馬が集まってる中で、やっぱりね、えー、勝こういう穴馬を勝たせようと思ったらね、えー、もう、一応逃げんは、客室逃げなんで、まあ積極、積極的にね、届かない位置まで逃げるっていうのは、まあ、作戦としてはありなんでしょうけど、 えーまあ、結局ね、こういうガチガチの決着につながりましたね、し人気してる差し馬が来るというね、えー、はい、えー。夢の中でね、湘南マネレイいが勝つ夢を本番に見たんですけどもね、結局17弱ということで、まあ、夢はね、えー、あまり現実にはならないということでした。はいえー、もう僕はね、ステレン・ボッシュ軸で、軸の3連覆と、 ミヤネイロ頭の三連単で勝負してたんで、えー、大敗でございます。はい。こんなガチガチの三連服、もう鳥紙やからね、もう買わんことにしてるんですよ。もうこんな鳥紙の、髪の組み合わせなんか買ってたまるかみたいな感じで、えー、買わんかったんですけどもね。まあ買ってたらね、千五百円ぐらい戻ってきてましたからね。まあでも別に鳥紙なんて、どうせ鳥紙なんでね、当たっても嬉しないですからね。 はい。えーまあ、そんな感じでございました。えー、ということで、馬券チャレンジの方はですね、えーまあ、先週ビクトリアマイルってね、えー、プライベートの方で、えー、三連服、ね、当,当てさせていただきまして、まあ、プラス3万5千円ぐらいになってたんですが、ね、今回オークスでね、えーまあ、大体7千円ぐらいつけまし使いましたね。はい。なんで、えーこんえー、馬券チャレンジ収集の方は今プラス、まあ、2万8千円ぐらいですかね。はい。まだ、 まそこまでね、メ減りはしてないですけども、今回、今週のダービー負けるようなことがあればね、またごっそり減りますんでね、ちょっとダービーはね、少しでもね、えー、ワケンチャレンジのプラスが増やせるようにね、頑張りたいと思います。はい。えー、ね、一本前にね、ダービーの動画出しましたけども、えーまあ、一応ね、ジャスティン・ミラーには個人的に非常に期待していると、トサキ・ジョッキーにもそろそろダービーを勝ってほしいという思いがありますしね、 えまあ、もちろんコスモキラーなどの逆転し、逆転にも期待したいですし、まあ、アーバンシックなんかも怖いですし、えミスター、Mr. GT は単純に応援したいですしって感じでね、えー、それかなりねダービーにも応援したのがいろいろ出走しますんでね、えー、そこは注目して見ていきたいなというふうに思います。えー、ということで以上オークスの振り返りでございました。 本日の動画はこれで以上になります。よければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。今年中にね、当チャンネル収益化目指しておりますので、チャンネル登録の方どうかよろしくお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。そしてね、今週の日本ダービー、皆さんでね、盛り上がっていきましょうということで、この動画を示させていただきます。それではまた、バイバイ。